かなちゃん TV 水曜日はスポーツカルチャー番組です。イエーイ。県立体育センタースポーツ情報班がお届けするスポーツ情報です。今回から3回のシリーズでアルティメットをご紹介します。1回目はルールとゲームの進め方についてです。アルティメットっていうのが日本語で訳すと究極っていう意味になります。でなんで究極っていう名前がついたかというと、まあ、複数のスポーツの要素が含んでいる、競技なのでアルティメットっていう名が付けられました。どんなスポーツかっていうと、まずご覧になって分かると思うんですけど、フライングディスクって呼ばれる、ものを使います。でそれはサッカーとかバスケットでいう、こうボールの代わりにフライングディスクを使って競技をします。そして、7人対7人のチーム競技です。で、点数を1点ずつ重ねていって、今の、国際的なルールだと15点の選手点制、15点が先に取った方が勝ちっていう、まあ、ゲームになってます。で点数の取り方っていうのは、コートの端と端にゴールエリアと呼ばれているエリアがあるんですけれども、そこに味方から味方にパスが通れば1点です。ただしフライングディスクを持っている選手は走ることができない、歩くこともできない、そして、10秒しかディスクを保持することができません。そのルールを守った上で、ゴールエリアまでディスクを運んでいって味方から味方にパスを通す、っていう、スポーツになります。その他にもディスクが地面についたら攻守交代、身体接触は禁止、セルフジャッジで試合を進めるなどのルールがあります。大学に入った時に大学の新歓で、君も日本代表にならないかっていうチラシがまずはきっかけですね。ただその時はアルティメットって競技自体知らなかったので、見に行ってみて、なんだこの競技っていうのでやってみたいなと思って始めました。アルティメットに会った時に、大きい夢に出会って、で4つの夢っていうのを自分の中で作ったんですよ。でその1個が、大学生日本一で、次が社会人日本一で、日本代表として世界一、そして、サッカーでいうトヨタカップですね、クラブの世界一、4つの世界一を叶えようって思ったんですね。で学生時代にその1つ目の夢で学生日本一っていうのを叶えたので、じゃあ次は世界だっていうことで、チャレンジをして日本代表になって、そこから3大会なので12年間日本代表として、プレーさせていただきました。そうですね、もうたくさんありすぎて一言で言うの結構難しいんですけれども、アルティメットっていう名の通り、やっぱ究極のチームプレー、チーム競技だなっていうふうには、自分自身は感じています。まず風がにものすごい左右されやすいフライングディスクを使うということ、そしてフライングディスクを、持った選手っていうのは歩いたり走ったりすることもできないので、そうすると必然的に周りの選手が動かなくてはいけない。で、チームプレーといっても、サッカーだったりバスケだったりとか、やっぱエースっていうものが存在してて、でそのエースがどんどん切り込んでいくっていうプレーのが多いと思うんですけど、アルティメットってそれができないので、一人強い選手がいても走ってこう切り込み隊長っていう形ができない。でなんかその辺ってものすごくこうみんなで一つのディスクをつないで点数につなげていく形とかは私はすごく、好きですね。いかがでしたか。次回は基本の技術と戦術についてです。お楽しみに。かなちゃん TV にチャンネル登録を。